いいメンツだ。楽しめそうだぜ。かつて私は単身で演術に挑みましたが、あえなくここで妖魔にされかけていました。しかし、あなたたちに命を、劉備殿に心を救われました。そして、剣を交え、あなたの決意と武勇を感じ取りました。我らが共にあれば、勝機はあります。さあ、参りましょう。気が奥へ流れ込んでいる。このまま進むは丸腰で死地へと赴くようなもの。妖気の流れを断つ手立てを探さねば。されているようです。部下の裏切りにより死に瀕したことで、炎術は人に憎悪や絶望を抱いた。その闇は心の深淵に根を張り、この邪悪な力を引き出したのでしょう。
る。引きます。
んと見事な。あなたなら行かせましょう。かたじけない。こだわりを知って深く気分に命じます。ルービー殿がおいでになれば民は安楽に。
果実、慶州の巷でよく耳にした歌です。劉備殿は妖魔に怯える民たちの唯一の希望だったのです。積もりなき人に内に秘めたる志、劉備殿と対峙した時に私は信じてみようと思いました。あの方が大役に打ち勝ち、人々の絆を育む仁君であると。弾薬に惑わされた人に罪はない。立つべきは弾薬なのだ。再び窮地を救われるとは、このご恩必ずや。
されている。流れを変えねば。無理をする時ではありません。撤退だ。これ以上足は引っ張らねえ。完全に立てましたね。今が好機。参りましょう。いいメンツだ。楽しめそうだぜ。母さん、きっと妖魔をねだいしてくれるか。
敵の用地は落としました。流れはこちらにあります。やっせ。
前訪れた時はここに炎術がいたのですが、おや、あそこに前にはなかった道があります。
何かありますね。これは素晴らしい。どうぞお持ちください。我々が探し求めた方がようやく。
この気配、神明を落とすお覚悟。いつぞやの未熟者か。こたびは一人ではない。くだらぬ。そんなに死にたいか。貴様はあの時の忌々しい戦記、浮津をほふりし者か。慶州の民を虐げ苦しめた罪、今こそ償ってもらう。罪？董卓、袁紹、皆短役に見せられ私欲に走り身を滅ぼした。崇高な志も短役の前には翻る。それが卑しき人間の本性であろう。お前は人を侮っている。劉備殿のように強き絆は短薬の毒をも超える。人間とは哀れなものよ。皆一となる。妖魔を導けるは皇帝たる朕のみだ。千なる人間の粛清を始めぬ。死ぬぜ。どうかお控えを。Yeah.
力に絶望せよ。諦めぬ。これまでか。この度の失態、深く肝に銘じます。お控えを。流れを変えねば。
望せよ。朽ち果てよ。
剣への未練を断ち切れず、再びその力に活路を求めた私は、伏して時を待つ同門の友らを死に、千夜に飛び出しました。剣を振れども、未だ闇は避けず、やがて進むべき道を見失い、天運に見放された私を救ってくれたのは、一筋の仁義の塔か。その光は譲らぬ刃を沈め、人を支え導くべきだと。ようやく歩み始めた安寧への旅路が途絶えぬよう、才と義の限りを尽くしましょう。また助けられたな、そなたの絆の力に。地下牢で劉氷殿を見つけたわ。今ここに弾薬の脅威は去った。だが時代は有力な主君が国を分かち、互いに歯を競う風雲の兆しを見せている。これまで我が陣営に欠けていたその最地を我らに貸してくれぬか。素性を伏せ、劉備殿の志を見定めさせていただいたことをお許しください。主を探し求めるのはここまで。我が名は序章。これより剣でなく劉備殿の軍師として身を立てて行きましょう。ついに揃ったわね、玄徳様。我らの道はこの慶州深夜より始まる。共に進もう、義教の誓いを新たに。共に戦えるぞ。我が天義もますます冴えましょう。する時ではありません。頑張りすぎよ、無理しないで。
お控えを。曲は我らの手の内にある。お前よ、やっぱりパキッと白黒つけねえとモヤモヤしねえか。このままじゃどっちが本当に強いか分かんねえままだろ。ガチの全力で今から真剣勝負といこうや。加減してんなら許さねえぞ。
気の俺をも上回るとは、この強さ半端ねえな。本当に無敵なんだなお前。さすがに俺もお手上げだわ。この序章、昔日の一戦とは違います。我が国、生きるは安くありません。生きるは安くありません。我が剣、生きるは安くありません。生きるは安くありません。あなたの動き、封じさせていただきました。
くよ。活路を切り開く。参りました。その力計り知れません。やはりあなたは治癒賢美の英傑、乱世を切り開く光です。これよりはきっと軍師の時代、この序書も遅れは取れません。劉備殿の行く道を照らすべく研鑽してまいります。あなたの強さは見飽きたわ。私が見たいのはあなたの弱さ。かわいい泣き顔見せてごらん。ほら逃がさないわよ。参りました。私の負けよ。私は何を？あなたは？まさかいつもの悪い癖が。お願いだからこのことは水に流してちょうだい。もちろん他言無用よ。あんたとは一度差しでやりたかったんだ。真剣勝負だぜ。怪我しても恨むなよ。気をつけな。今日の俺は絶好調だ。
い、入った。こっからが本番だ。休んでる暇はねえぞ。見ての通り、あんたの勝ちだ。その力と真の強さ、散々モサと渡り合ってきたんだろうな。そうだ、あんた親父とも勝負した子、いや、なんでもねえ。鍛えて出直すから、また一戦頼むぜ。